おはよう、始まりました、もちちチャンネルです。今回はですね、九州からですね、はい、斉藤先生にお越しいただきました。ありがとうございます。喋り方がありがとうございます。そうですね、今まあ斉藤先生いろいろやってるじゃないですか。あ、そうですね、いろいろやってます。英語系のやつを、はい、会社自体は何ですか。会社、会社ファレっていう名前 の、 ファレ、あの会社があって。何ですかファレ。ファレあの、まあ、ファレって FAME なんですけど、よく FALE、 よくネットスピーカーで紹介するときはフェールみたいな感じで失敗した失敗した失敗したいじられるっていう、そのやつが必ずあるんですけど違う違うから、ね、で、これはあのサモア島っていう島があるんですけど、はいはい、そこにある家っていうか、サモア島の家って言うんですよ。はい、で、サモア島の家って、なんすか、屋根、あ、すみません、屋根はあるか、壁がないんですよね。壁がない。壁が。柱しかなくて。そう。柱と屋根。そうそうそう。なんで、結構人が出入りできるような、そういう家なんですけど、なんか、それ、いいなと思って。いや、壁がない、言語の壁をなくすとかいうのも、兼ねてますね。なるほど、はい、なるほど、そういうことでサレっていうんですね。そうそうですね。で、他活動的にはどんなんで、じゃないか、でも行ったら結構キリがないんですけど、北予備やってるんです。あ、そうですね、九州予備、北九州予備ですね。すごい人気の予備ですよ。いや全国の予備でしょ。そうですね。あとは、あとはその英会話スクールをオンラインでやってる、オーペッツって言うんですけど、これも略語なんですかね。はい、ですね、これをオンラインパーソナルイングリッシュトレーニングスクール。ああ、なるほど、へえ、略で好きですね、そういう。そうそうそう、それがあって、はい、あとで、あと合宿行ったりしますか。合宿やってますね。そう、森先生にもそう一回来てもらって、ね、あとイギリスとかも行ったり。あ、そうですね、イギリスの研修をしてて、あとスピーチアンショーコンテスト。あ、そうですね、年末の、はいはいはい、やったりとか、まあ、イベント系はそんな感じですけどね。なんか今度大学受験予備校も自分の地元で、そうなんですね、すごいですね。部屋借りたばっかり今。あ、そうですね、ちっちゃく始めて、まあ、夢は全県に設置するって言ったんですけど全県って、九州全県じゃなくて、いや、じゃなくて日本全県、47都道府県。夢ですよ、すげえ47都道府県に。そうそう、っていうそれしたいなっていうのと、あとですね、やめてくむちゃくちゃ、なんか多分あんまり理解されないと思うんですけど、うん、自分で出版社を立ち上げたり。あ、そうやってましたね。そう、出版社って言ってました。これもそうですね、なんかいろいろ結局教材とかを自分でこうやった方がいいんじゃないかなっていうふうに、ちょっとむっちゃカットしてますね今ざっくり言うとね。で、そうで、それで、まあ、そんなに難しくなかったんですよ。なんかちょっと申請してお金払うだけなんですね。あ、そうですね、出版社はただまあ、当たらないと赤字が出さないです。そうだね、あの出版考えてる方ですね。当たるとでっかいです。あのいわゆる他の大手の出版社で出すのと違って間のものがないので、そうそうそう、もう入ってくる額が全然違いますね。大手の出版社で出しちゃうと最高でも大体 10%11% しかもらえないので、うん、税っていうのはですね。でも学 30% とかあります。まずないです。あ、そうですね、ほぼないでしょうね。でそれでいったら自分でやるってことはそれは何パーになるんですか、大体。ですね、この自分でっていうか、僕自分で出す気につもりあんまなくって。あ、そういえば名前違う人で書いてる。そうです、なんかですね、プロデュースしていく的な感じのもあって、なるほど、でその人には 10% 渡し、はいはいはい、で残りの利益は自分で。なるほど、じゃあ大儲けですね。ちょっとあのね、大手出版社で同じ 10%で それ英会やらないっていう。そう、サボり英会話。いや、やっぱ絵はでかいと思う。
あ、そうそうそう、めっちゃわかりやすく言う、なんか4コマとかしながら。そうですね、うん、いやこれからだともしかしたらいろいろ本のプロジェクトとかして絵とか依頼しようかな。あ、ぜひぜひ、ちょっと思ってます、はい、見てすごい思いました。あ、すごいわかりやすい絵で、あ、うまいなと思って。そうなんですね、ビジネス絵描きですよ。あ、はい、ビジネス絵描きやってましたね、企業向けの、はい、企業向けの編集。ちょっと言えないですけど、まあまあ大手なやつとこう、へーすごい、ね、最近機会があって、で自分最初はなんかやりたいことじゃないなと思ってたんですよね。でも自分がビジネス絵描きに困った経験がないから あんまりいいと思ったんですよ。でもやってみてすごい喜んでもらってるのを見ると、あ、やりたいと思って、ちょっとこれも展開していこうかなと思って。なるほど。ですけど、あれはやめちゃったんですか？フィットネス。いやチェックしちゃったね。なんかフィットネスしながら英語学ぶみたいな、なんかわけのわかんないコンビネーション。いや、わけがわかんないことはないんですよ。僕まだやってますよ。ミックス感じが、いや、お客さん来ないですよ。すごいですよ。だって、地元のテレビ番組に取り上げられて、そう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 。ね、あ、そうそうそう、取り上げられて、それで問い合わせ。え、大してね、ゼロ件でしたね。福岡のスターのね、ゴリケン。そう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 なんですよ。その人の番組で取り上げられて、問い合わせがゼロ件ですね。これで問い合わせ来たらね。ああですね、テレビとかレオビー。そうそう、あ、かもしれないですね。いや、フィットネスで九州だから英会話。九州じゃない、福岡の皆さん。一石二鳥でやりたいから。一石二鳥でやってますよね。はい、そんな感じでいろいろやってるわけです。そうそうですね、いろいろやってます。はい、Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.